ケレス、またはセレスは、火星と木星の間の小惑星帯に位置する、純惑星。直径は 945km と、メインベルト最大の天体である。海王星軌道の内側にある、唯一の純惑星でもある。基地の太陽系の天体の中で33番目に、大きい、氷と岩石で構成されており、小惑星帯の、 全質量の約3分の一を占めていると推定されている。ケレスは小惑星体の中で自身の重力で形状が丸くなっていることが知られている唯一の天体である。地球から見たケレスの死等級は6.7等級から9.3等級の範囲で15ヶ月から16ヶ月ごとに症を起こすたびに死級のピークを迎えるが極めて空が暗い地域以外では 最も死等級が明るい時期であっても、肉眼で感望するには暗い。ケレスは最初に発見された小惑星で1801年1月1日にパレルモ天文台で観測を行ったジュゼッペ・ピアッツィによって発見された。もともとは惑星であると考えられていたが、その他に多くの同じような軌道を持つ天体が発見されるようになり、1850年代には、 小惑星として再分類された。ケレスの内部は岩石が多い核と氷のマントルに分化されているとされており、氷の層の下には液体の水からなる海が残っているかもしれない。表面は水の氷と炭酸塩や粘土とのような水和鉱物の混合物である。2014年1月にはケレスの表面のいくつかの地点から水蒸気が放出されていることが検出されている。 小惑星体にある大きな天体は、水星の特徴である蒸気を放出しないため、これは予想外のことであった。アメリカ航空宇宙局の宇宙探査機動が2015年3月6日に、ケレスを周回する軌道に投入された。2015年2月19日に撮影された、ケレスの画像から、クレーターの内部に明るい二つの異なる光点が観測され、 氷火山もしくはガス噴出が存在している可能性が導き出された。しかし2015年3月3日、NASA の広報担当者は、起点は氷や塩を含む反射率の高い物質から、なるが氷火山の活動ではないと述べた。しかし2016年9月2日に、ドーンのミッションチームの科学者たちはサイエンスに掲載した論文で、アフナんと呼ばれる巨大な 氷火山がこれらの不思議な地形の存在を示す、最も有力な証拠であると発表した。2015年5月11日、NASA は、より高解像度のケレスの画像を公開した。この画像より、一つか二つに見えていた光点が、実際にはいくつもの光点であったことが示されている。2015年12月9日、ドイツの科学者たちは、ケレスの光点が一種の円類、具体的には、 硫酸マグネシウム6水和物を含む一種の塩水に関係していると報告。別の研究者はケレスの表面にアンモニアに富む粘土があると報告した。2016年6月にはこれらの明るい領域の近赤外線スペクトルが大量の炭酸ナトリウムの存在を示すものと一致することが判明し、これは最近生じた地質学的活動が 光点の形成に関与していたことを意味している。2018年7月、NASA はケレスに見られる物理的特徴と地球上のそれに似ている地形との比較データを発表した。2018年6月から10月にかけて、ドーンはケレスに最も高度が低い時で高度 35km、最も高い時で高度 4000km のところを飛行してケレスを周回し、 燃料切れになった後の同年11月1日に、ドーンは運用を終了した。2015年10月に NASA はドーンによって作成されたケレスの自然色画像を公開した。2017年2月にはエルヌテトクレーターの中から有機物が検出されている。ピアッツの著書、デラスカパルタデルノオボピアネタセレアファーディナンアでケレスの発見について解説されており、この新しい 惑星を両シチリア王国のフェルディナンド一世に捧げている。1772年、ドイツの天文学者、ヨハン・ボーでは、火星と木星の軌道の間に未知の惑星が存在している可能性を初めて示唆した。また1596年には、すでにヨハネス・ケプラーが火星と木星の軌道の間に隙間があることに気づいていた。ボーでは、ケプラーの考えを 1766年に初めて提案され現在も科学的根拠は見出されていないティティウスボーデの法則で基礎づけていた。ボーデはこの法則をもとに基地の惑星の軌道長半径の間隔には規則性があることを観測していたが火星と木星の間に大きな間隔があるという不完全な要素があった。このことから火星と木星の間の太陽からの距離2.8 au の位置に惑星が存在していることが予測されていた。1781年に天文学者ウィリアム・ハーシェルが土星の次に惑星が存在すると予測された位置の近くで天皇星を発見したことによりティテウス棒での法則はより信頼性が増すことになり、そして1800年には科学雑誌マナトリーチコリスパンデンズの編集長である。 フランツ・フォン・ザ・ハが率いるチームは、経験豊かな24人の天文学者たちに、存在が予想される惑星の系統的な探索を始めるように依頼した。彼らがケレスを発見することはなかったが、後に、彼らは小惑星帯にあるいくつかの大型の小惑星を発見している。探索を行う天文学者の一人として、シチリア島のバレルモ学会のカトリック司祭であった、ジュゼッペ・ピアッツィが選ばれた。 しかし、ピアッツィは、ザハラのグループからの招待を受ける前の1801年1月1日に、ケレスを発見した。彼は、ラカーユの王道隊の構成カタログの87番目の構成を探索していたが、先に発見したのは別のものであった。ピアッツィは、天球上を動いていく構成のような天体を発見したが、最初はその天体は水星であると考えていた。ピアッツィは、 病気により観測を中断する同年2月11日までにケレスを24回観測している。彼は同年1月24日に同僚である二人の天文学者ミラノにいたバーナーベ・オリアニとベルリンにいたヨハン・ボーデに手紙でその発見を報告した。彼はその天体を彗星として報告したが、その動きは非常に遅くかなり均一であるので、 何度か水星よりも立派な天体であるという可能性を考えたとも述べている。そして4月にピアッチワオリアにボーデそしてパリにいたジェロームラランドに彼が得た完璧な観測結果を送り、その情報はマナトリーチコリスパンデンズの1801年9月号に掲載された。この時までにケレスの見かけ上の位置は多く変化しており、 そして他の天文学者がピアッツィの観測結果を確認するには眩しい太陽の非常に近くまで移動していた。年末にかけてケレスは再び観測されるようになったはずだが、それほどの長い時間が経過してもケレスの正確な位置を予測するのは困難であった。ケレスを再発見するために当時24歳だったカール・フリードリヒガウスは軌道測定のための効果的な方法を開発した。 わずか数週間で彼は、ケレスの軌道を予測し、その結果をザハに送った。そして1801年12月31日に、ザハとビルヘルム・オルバースは予測された。位置の近くで、ケレスを再発見することに成功した。初期の観測では、ケレスのサイズを大雑把に計算することしかできなかった。1802年に、ウィリアム・ハーシェルは、 ケレスの直径を 260km と過小評価していたが、一方で1811年に、ヨハン・シュレーターは、ケレスの直径を 2613km と、過大評価していた。ピアッツィはもともとこの発見のために、女神ケレスとシチリア王国の国王フェルディナンド一世に、ちなんだセレア・ファーディナンアという名称を提案していた。しかし、名称のファーディナーアは、他の国々には、 受け入れられず省略された。ドイツでは、ケレスは、ヘーラーと呼ばれていた。ギリシャでは、ケレスは、ローマ名のシリーズと同一視される。ギリシャの神にちなんでデメーテルと呼ばれている。英語では、その名称は小惑星番号1108番、デメーテルに用いられている。英語でのケレスの形容詞型はセルリアンもしくは、セルリアンであり、これらは、ラテン系のシリスに由来しているが、 その形容詞形であるセルリンは、時折、女神に対して用いられ、その短縮形であるシリアンも同様である。ケレスの古い惑星記号はカマを表したもので、これは金星の惑星記号と似ているが、円の部分が繋がっていない。このような変種が用いられることもあるが、これはケレスの頭文字である C の字を反映している。これらの記号は現在では小惑星番号丸で、 囲ったものに置き換えられている。1803年に発見された、軌道類元素のセリウムはケレスにちなんで命名されている。同じ年に発見された、別の元素もケレスにちなんで命名されたが、セリウムが命名されたことにより、その発見者はその元素を小惑星番号2番のパラスにちなんでパラジウムと命名した。ケレスの分類は2回以上変更されており、いくつかの意見の相違が見られる。 ヨハン・ボーでは、ケレスが火星と木星の間に存在することが示されていた太陽から4億1、900万キロメートルの距離にある行方不明の惑星であると信じていた。ケレスには惑星としての記号が与えられ、発見後の約半世紀にわたって天文学の書籍や一覧表にはパラス、ベスタ、ジュノーと共に惑星として掲載されていた。 最初に発見された10個の小惑星と月の大きさの比較。最も左にあるのがケレス。その後、他の天体がケレスの近くで発見されるようになったので、ケレスは太陽系における新たな分類の天体の中で最初に発見された天体であることが判明した。1802年に小惑星番号2番のパラスが発見された際、ウィリアム・ハーシェルはこれらの天体を示す。 アステロイドという用語を発案し、また、たとえ非常に性能の良い望遠鏡であっても、それらが、そうと区別されることがほとんどないほど、小さな構成に似ていると書き記している。初めて発見された、そのような天体として、ケレスは現代では小惑星番号1番が付与、されている。1860年代までには、ケレスのような小惑星と、主要な惑星との間に、 根本的な違いがあることは広く受け入れられていたが、惑星の正式な定義が定式化されることはなかった。ケレスと月と地球の大きさの比較ベスタとエロスとの大きさの比較2006年に冥王星と惑星とされる天体をめぐる議論により、ケレスが惑星として再分類されることが検討された。元の惑星の定義に関する国際天文学連合の提案では、惑星を 自身の重力で静水圧平行を満たす形状になるほどの十分な質量を持ち、恒星の周りを好転している恒星でも衛星でもない天体として定義していた。仮にこの決議が採択されていれば、ケレスは太陽から5番目の惑星となっていただろう。しかしその決議は採択されず、2006年8月24日に修正された定義案が採択され、その定義案では、 軌道近くから他の天体を排除している天体という定義が追加された。この定義に沿うと、ケレスは小惑星体内の他の数千個の天体と軌道を共有しており、さらに小惑星体の全質量の3分の1しか占めていないためこの定義に当てはまらないとされ、惑星ではないとされた。ケレスのように最初に提案された定義案では、 惑星となる条件を満たすが、最終的な定義案では、惑星となる条件を満たさなかった天体は、純惑星に分類された。ケレスは小惑星体最大の天体であるが、現在では純惑星に再分類されているため、小惑星としてみなされていない。例えばスペース .com のニュース記事では、最大の小惑星であるパラスと、かつて小惑星に分類されていた、純惑星。 ケレスと述べられている。一方で、国際天文学連合の質疑応答の投稿では、ケレスは最も大きな小惑星としている。小惑星センターは、そのような天体は小惑星と純惑星という二重の扱いを受けているかもしれないと指摘している。ケレスを準惑星に分類した2006年の決議では、ケレスが小惑星であるか否かは全く議論されて、 いなかった。実際、国際天文学連合は、小惑星が何なのかを定義したことはなく、2006年までは、アステロイド、2006年からは、スモールソーラーシステムボディという言葉を用いている。2011年に、レングは、IAU は、ケレスの位置づけを新たにし、純惑星に分類した。その定義によれば、エリス、ハウメア、マケマケ、冥王星、そして、 最大の小惑星であるケレスは、すべて、純惑星である。と、著書で記している。NASA は、様々な学術書と同じように、ケレスを小惑星と呼称し続けている。ケレスの軌道2007年9月27日から2018年10月5日までのドーンの軌跡を描いた、アニメーションドーン、地球、火星、ベスタケレスケレスは、火星と木星の間にある。 小惑星体の中を交点しており、その交点周期は4 6地球年である。軌道は少し傾いており、やや楕円形の軌道を描いている。右にある図は、ケレスの軌道といくつかの惑星の軌道を示している。濃い青色の部分は、王道面よりも下にある軌道で、中心のオレンジ色のプラスが、太陽の位置を表している。画像左上の図は、 火星と木星の間にあるケレスの位置を示す極座標図で画像右上はケレスと火星の近似点と演術点の位置を示す拡大図である火星の近似点はパラスやヒゲアを含む他の小惑星と同様にケレス及びいくつかの主な小惑星とは反対側に位置している画像下部は火星と木星の軌道に対するケレスの軌道の傾斜を示した側面図となっている ケレスはかつて小惑星族のメンバーであるとされていた。この族の小惑星は類似した固有軌道要素を持っており、これは過去に小惑星の衝突による共通の起源を示している可能性がある。しかし、ケレスはその族に分類される。小惑星とはスペクトル特性が異なることが後に判明し、この族は現在、これに属する中で次に小惑星番号が小さな、 小惑星ゲフィオンにちなみ、ゲフィオン族と呼ばれている。現在ではケレスは単にゲフィオン族が描く軌道の中に、位置し、偶然にも同じような軌道要素を持っているが、共通の起源は持っていないとされている。ケレスとパラスは、公転周期が一、一の軌道共鳴に近い関係にあることが示されている。しかし、両者の間に本当に軌道共鳴が起きていることはないとされている。 双方の天体間の間隔の大きさに対して質量が小さいがため小惑星の間で軌道共鳴が起こることは非常に稀である。しかしケレスは他の小惑星を最大200万年間にわたって一時的に1、1の軌道共鳴の状態にすることができる。そのような天体は約50個ほど知られている。ケレスからは水星、金星、地球、そして 火星による太陽面通過が見られる。最も一般的な通過は水星によるもので、通常は数年ごとに発生し、最近では2006年と2010年に発生している。前回発生した金星の太陽面通過は1953年で、次は2051年に起こる。地球の太陽面通過は1814年と2081年。 火星の太陽面通過は767年と2684年に起こる。ケレスの自転周期は9時間4分。赤道傾斜角は4度で、これは月や水星と同様に、ケレスの極地がコールドトラップとして機能し、時間の経過とと,ともに、水の氷が蓄積されると予想されている永久影を持つクレーターが存在できるのに、十分なほど低い傾斜である。 表面から放出された水分子の約0.14%がトラップに行き着くと予想されている。ドーンによる探査でケレスの質量は9 3 9 2 0 k g と測定されている。この質量は小惑星体の推定全質量である3.0プラスマイナス 0.2021kg の約3分の1を占めており、月の質量の約1.3%に相当する。 ケレスはほぼ休憩の形状を維持するのに十分な大きさでベストとテティスの間の大きさを持つ。表面積はインドとアルゼンチンを合わせた面積とほぼ同じである。2018年7月、NASA はケレスに見られる物理的特徴と地球上に存在する同様のものと比較した記事を公開した。ケレスの地形一覧も参照ケレスに見られる顕著な地質的特徴。 ケレスの表面素性は C 型小惑星とほぼ一致しているが、いくつか異なる点もある。ケレスの赤外線スペクトルの至る部分には、水和した物質が存在していることを示す兆候が見られ、これは内部に大量の水が存在していることを示している。他に存在しうる表面成分として、鉄が豊富な粘土鉱物及び炭素質、コンドライト隕石に一般的に存在する。 炭酸塩が挙げられる。炭酸塩と粘土鉱物の存在を示す兆候は他の C 型小惑星のスペクトルでは見られない。そのため、ケレスは時折 G 型小惑星として分類されることがある。ケレスの表面は比較的暖かく1991年5月5日に太陽直下点での温度は 235K と測定された。この温度下では氷は 不安定になる。表面の氷の消化によって残された物質が木星以前の惑星を交点する氷でできた衛星よりもケレスの表面を暗くさせているかもしれない。ハップル宇宙望遠鏡を用いた研究によりグラファイト、用ウ、二酸化ヨウがケレスの表面に存在することが明らかになっている。前者はケレスの古い表面が宇宙風化の影響を受けて生成されたとされている。 後者の二つは、ケレスの条件下では揮発性で、すぐに放出されるか、コールドトラップに行き着くと予想されているので、これらは、地質的活動を最近伴った地域に関連しているとされている。2004年に、ハップル宇宙望遠鏡が2時間20分ごとに撮影したケレスの画像ドーンによる探査以前は、ケレスの明白な表面の特徴は、わずかしか検出されていなかった。 1995年にハップル宇宙望遠鏡が撮影した高解像度の紫外線画像で表面に暗い地形があることが示された。この地形はケレスの発見者にちなんでピアッチと呼ばれクレーターであると考えられた。保証工学を用いて結句点問題によって撮影されたより高解像度の近赤外線全球画像から ケレスの時点と共に移動するいくつかの明るい地形と暗い地形が示された。そのうちの2つの暗い地形は形状が円形であったのでクレーターであると推測され、そのうち1つは中央に明るい地形を持つことが観測された。一方で、もう片方はピアッチであると認識された。2003年と2004年にハップル宇宙望遠鏡が撮影したケレスの可視光線全球画像では、 識別可能な地形が11個示されたが、それらの性質については未確定であった。これらの地形のうちの一つは以前から観測されていたピアッチに該当するとされている。こうした中での最後の観測では、ケレスの北極点がリューザの設計 19h24m、赤いプラス59度の方向を向いており、この結果から赤道傾斜角は3度であるとされた。その後、 ドーンによる探査で実際には北極点が設計 19h25m40.3s、赤いプラス6 6度4 5 5 0の方向を向いていることが確定し、その結果赤道傾斜角は4度であると判明した。2014年1月にはハーシェル宇宙望遠鏡の観測により2カ所からの水蒸気の噴出が確認された。 量は1秒あたり6キログラムであると推定されている。小惑星帯で水星として活動するメインベルト水星の存在は確認されていたが、水蒸気を観測したのは今回が初めてとなる。論文は1月23日にネイチャーに掲載されたメディアを再生するドーンによる観測で北半球に確認された表面の氷を蓄積することができる永久影が存在する。 地域ドームはケレスの表面がクレーターで覆われていることを明らかにした。しかしケレスには予想されていたよりも大型のクレーターは存在しておらず、これはおそらく過去の地質学的プロセスによるものとされている。予想外にもケレスのクレーターの多くには氷火山プロセスの影響で中央にくぼみがあり、また多くは中央級を持っている。ケレスにある有名な山として アフナ山がある。この地形は氷火山のように見え、クレーターがほとんどないことから、最長でも数億年以内に形成されたことが示唆されている。後のコンピューターシミュレーションでは、もともとケレスにに存在していたが、粘性の低下によって認識できなくなった他の氷火山が存在する可能性が示されている。ドーンはケレスにあるいくつかの光点を観測しており、 そのうち最も明るい光点は、オッカトルと呼ばれる直径 80km のクレーターの中心に存在している。2015年5月4日に撮影されたケレスの画像から2番目に明るい光点が実際には散在している10個もの明るい領域からなることが明らかになった。これらの明るい地形はアルベドが約40%にもなっており、これは表面にある氷や塩といった。 太陽光を反射する物質によるものとされている。最もよく知られている光点、スポット5の上空には定期的に萌やが現れる。これは、ある種のガス放出、または消化する氷が光点を形成したという仮説を指示するものとされている。2016年3月、ドーンは、憶測レーターで水分子が存在するという明確な証拠を発見した。2015年12月9日、 NASA の科学者たちは、ケレスの交点は、塩の種類、特に硫酸マグネシウム6水和物を含む、塩水の形態に関係していると報告した。また、その交点はアンモニアが豊富な粘土と関連している、ことも、明らかになった。これらの交点の、近赤外線スペクトルが大量の炭酸ナトリウム、少量の塩化アンモニウムもしくは、炭酸水素アンモニウム存在を示すものと一致する。 ことが2017年に報告されている。これらの物質は、細菌内部から表面に到達した塩水の結晶化に由来していることが示唆されている。2020年に欧米の科学者チームが行った研究発表では、ケレスの観測を行った銅による重力測定のデータから、直径約 92km のオッカトルクレーターの地下およそ 40km の深さに今も、 約数百千キロメートルの幅にわたって塩水が存在していることを断定した。また別の研究チームではこれまで地球以外で観測された例がなかったハイドロハライトが存在することを発見した。有機化合物がエルヌテトと呼ばれるクレーターで検出されており、またケレスの大部分は非常に炭素に富んでいて表面付近の全質量の約20%を占めている。 炭素含有量は地球上で分析されている炭素質コンドライト隕石よりも5倍以上多い。表面の炭素は岩石と水の相互作用でできた粘土のような生成物が混合されている証拠だとされている。この化学組成はケレスが木星軌道よりも外側で、そして有機化学に有利な条件をもたらす水が存在する状況下でケレスが 炭素に富む物質の膠着によって形成された可能性を示している。ケレスにこうした物質が見られるのは生命にとって基本的な成分が宇宙全体に存在しているという証拠になる。ケレスの交点の地図2017年12月時点2015年12月時点、オッカトルクレーターにあるスポット5、ドーンが高度 385km から撮影。 アフナ3は最も急勾配のところで推定キロメートルの高さを持つ。ドーンが二千十五年十二月に高度三百八十五キロメートルから撮影。ケレスの内部構造、ケレスの重力分布ケレスは岩石質の核と氷のようなマントルと近くで構成されていると考えられている。ドーンによる形状及び重力場観測からケレスは変微分とアイソスタシー保証を伴う。 清水圧平衡の状態にあり、平均完成モーメントは0.37とされた。ケレスの質量のうち最大で25%を水が占めている可能性があり、その場合、ケレスには地球よりも多量の水が含まれていることになる。鉱物組成については深さ1 0 0トルまでに対してのみ間接的に求めることが可能で、厚さメートルの表層は水、塩、 水は鉱物の混合物になっている。その下には少量の塩水を含んでいる可能性のある層があり、少なくとも鉱物素性を探知できる限界である深さ 100km よりも深くにまで及んでいる。そのさらに下は粘土のような水はし体岩が含まれるマントルになっていると考えられている。ケレスの内部で最も深いところには液体が含まれているのか。 あるいは金属を豊富に含んでいる核が存在しているかを判断するのは現時点では不可能である。モデリングではケレスは岩石部分の部分的な分化により金属からなる小さな核を持てることが示されている。ケレスの変平率は内部が岩石の核と氷のマントルとに分化している場合と一致しており、この厚さ 100km のマントルには最大で 地球に存在する淡水の総量よりも大いに多い2億キロ立方メートルの水が含まれているとされている。この結果は2002年にケック望遠鏡で行われた観測と進化論的モデリングによって支持されている。その表面と歴史の特性からケレスの内部に揮発性物質が含まれている可能性が指摘されており、また液体の水の層が氷の層の下に現在まで残っている。 可能性も示唆されている。ある研究では、核と外装の密度は、それぞれ2.46から2.90、グラムマイリセンチメートルと1.68から1.95、グラムマイ方センチメートル、外装の厚さは、約70から190キロメートルと推定されている。核からは、部分的な抜水が起きていると予想されており、水の氷と比較して、外装の密度が大きいのは、 計算塩と塩が含まれているのを反映している。つまり、核、マントルそして地殻はすべて氷もしくは岩石で構成されているが、その岩有比率は異なるということになる。別の研究では、ケレスがコンドルールで構成されている核そして氷と、ミクロサイズの個体微粒子が混合している氷でできたマントルの二層からなる天体として、モデル化されている。表面での氷の消化は、 厚さ20メートルの水和粒子の堆積物を残すとされている。データと一致すると考えられる。内部構成の予想範囲は大きく75%がコンドルルで残る25%が微粒子からできている。直径が3 8 0トルの角と75%の氷と25%の微粒子を含むマントルからなるとする角が最も大きくなる場合や、 ほぼ完全に微粒子でできている直径が 85km の核と30%の氷と70%の微粒子のマントルでできているとする核が最も小さくなる場合まで様々なものがある。核が大きい場合では塩水が存在できるほど暖かくなっているはずだとされている。核が小さければ 110km より深い領域のマントルは液体のままになっているとされている。 後者の場合、含まれている液体の2%が凍結していれば、液体を表面に押し出すのに十分なほど圧縮することができ、氷火山を形成させるであろうと考えられている。これは、ケレスで平均で5、0000 000 000ごとに一つの氷火山が生じたかもしれないという推測の比較になるかもしれない。ケレスでは、表面の水の氷から、 ガス状の水蒸気が放出されている兆候が見られる。表面にある水の氷は太陽から5 a u 未満の領域では不安定であり、太陽からの放射に直接さらされると消化してしまうと予想されている。氷はケレスの深層部から表面に移動することができるが、非常に短時間で放出されてしまう。そのため、結果として、 水の蒸発を検出することは困難である。ケレスの国地域からの水の放出は1990年代初頭に観測されていた可能性があるが、明確に実証はされていない。新しいクレーターの周囲もしくは地下層からの亀裂から放出される水を検出することは可能かもしれない。国際紫外線天文衛星による紫外線観測では、 ケレスの北極付近から統計的に優位な量の紫外線の日射によって起きる水蒸気の乖離の副産物である水酸化物温が検出されている。2014年初頭にハーシェル宇宙望遠鏡のデータからケレスの注意度にいくつかの局所的な水蒸気源があり、それぞれ1秒あたり1026個の水分子を放出していることが判明した。ピアッチと レギオナと呼ばれる二つの潜在的な水蒸気源が2002年の欠区点問題による近赤外線の実によって暗くなっている領域として可視化されている。考えうる蒸気放出のメカニズムとして表面積約0.6キロ立方メートルの露呈している表面の氷の消化内部からの放射性崩壊による熱に起因する氷火山噴火上層にある氷の層の成長による地下の海の 加圧が上げられる。ケレスが軌道上において太陽から離れた部分にいるとき、表面の氷の消化だと、その放出量は減少するが、内部から発せられた熱だと、その放出率は、ケレスの軌道上の位置で変化することはない。限られている利用可能なデータでは、水星のように氷の消化に起因するというメカニズムの型により一貫性を示していた。しかしその後のドによる調査で、 活動中の地質的活動が少なくともそれらの一部に起因していることが強く示唆された。ドーンのガンマ線、中性子分光系を用いた研究で、ケレスが太陽風からの電子を規則的に加速させていることが明らかになった。この現象を引き起こしている原因としてはいくつかの可能性が考えられるが、最も受け入れられているのはこれらの電子が太陽風と 水蒸気からなる弱い外圏との衝突によって加速されているという説である。2017年、ドーンはケレスが太陽活動に関連していると思われる一時的な大気を持っていることを確認した。太陽からの高エネルギーの粒子がケレスの露出した氷に衝突した際に、その氷が消化することにより形成されるとされている。ケレスは約十五億七千万年前に小惑星帯で、 形成された原子惑星の生き残りであるかもしれない。内太陽系の原子惑星は他の原子惑星と衝突して地球型惑星を形成したか、もしくは木星によって太陽系外に放り出されたとされているが、ケレスは比較的無傷だとされている。別の理論では、ケレスはカイパーベルトで形成され、後に小惑星帯に移動したことが示されている。オッカトルクレーターで アンモニアの塩が発見されたことは、ケレスが外太陽系に起源を持つことを指示するものとされている。ケレスの地質学的変化は、その形成中及び形成後に生じた微惑星の光着や様々な放射性同位体の崩壊といった熱源に依存していた。これらの熱源はケレスが形成された後すぐに内部を岩石の多い核と凍ったマントルに分化するには十分であったと考えられている。 このプロセスでは、氷火山の活動と、テクトニクスによる表面の再浮上を引き起こし、古い地質学的地形を消滅させた可能性がある。ケレスの比較的高い表面温度は、その表面に生じる氷が徐々に消化し、粘土鉱物や炭酸塩などの様々な水和物を残すことを意味している。現在、ケレスの表面は、地質学的には活動しておらず、 表面は主に天体衝突によるクレーターで覆われている。以前はケレスのサイズが小さいため、初期のうちに地質学的活動が起こらなくなった、死んだ天体であるとされていたが、ドーンによる探査では、ベスタと対照的に内部プロセスがかなりケレスの表面を形作り続けていたことが明らかになっている。近く内には大量の水の氷が存在しており、最近起きたとみられる。 地質学的な表面の変遷の証拠から、ケレスの内部には液体の水の層が存在している可能性がある。この仮想上の層は海と呼ばれている。仮にそのような液体の水の層がある場合、エウロパで存在が理論化されている海と同じように、岩石室の核と氷のマントルの中間に存在していると仮定されている。溶質、アンモニア、硫酸、 その他の不等化合物が水に溶けている場合、海が存在している可能性はより高くなる。ケレスが火星、エウロカ、エンケラドゥス、タイタンのような地球外生命体にとっての潜在的な居住地である天体として活発な議論が交わされているわけではないが、ケレスの氷のマントルはかつて水の多い地下海であったという証拠が挙げられており、それがかつてそこに生命体が存在していたという、 憶測も示されている。有機化合物の遠隔検出及び表面近くの質量の20%を占めている炭素を含む水の存在は有機化学に有利な環境をもたらす可能性がある。ケレスの変更地図近日点の近くで症を起こすとき、ケレスの死等級は6.7等級に達することがある。この明るさは一般的に肉眼で看望するには暗いとみなされているが、 理想的な観測条件下では、視力20、20程度の強い視力があれば感望することができるかもしれない。同等の明るさに達する唯一の小惑星はベスタで、稀に近日点で症を起こす場合も含めば、パラスとイリスも含まれる。合わせになるとでは、ケレスの死等級は9.3等級でこれは10、50、双眼鏡で観測することができる、最も暗い明るさである。 ケレスの観測において特起すべき点として以下のものあるベスタからケレスへ向かうドーンの創造図1981年小惑星探査機に関する提案が欧州宇宙機関に提出されたこの探査機はアスターイドルグラビティオプチカルアンドレーダーアナリシスと命名され1990年から1994年の間に打ち上げて大きな小惑星を2回フライバイする予定だった このミッションではベスタが好ましい探査対象とされた。アゴラは火星を通過する際のスイングバイ、もしくは小型のイオンエンジンで小惑星帯に到達する。しかし、この提案は取り下げられた。その後、NASA とエサの合同小惑星探査ミッションとして、マルティプルアステロイドオビタウィズソーラーエレクトリック、プリプルションが提案され、そのうちの一つには、ベスタの周回軌道に投入する。 ミッションプロフィールが含まれていた。他の小惑星体探査ミッションが、フランス、ドイツ、イタリア、そしてアメリカによって1980年代に提案されたが、いずれも承認はされなかった。ソビエト連邦主導のザ・マルティンド・ソビエトミッションの第2、計画の第2目標として、ケレスへのフライバイ及び衝突、ペネトレーターによる探査が、 欧州諸国との協力で1991年から1994年にかけて開発が行われたが、ソビエト連邦解体により中止された。初めて火星から小惑星を撮影した画像、2014年4月20日に探査者キュリオシティが撮影。1990年代初頭、NASA は一連の低コスト科学的ミッションであることを意図したディスカバリー計画を開始した。 1996年に計画の研究チームはイオンエンジンを搭載した探査機を使って小惑星体を探査することを最優先課題として推薦した。数年間にわたってこの計画のための資金について問題が残っていたが2004年までにドーン計画がそのデザインレビュー審査に合格した。そしてドーンは2007年9月27日にベスタとケレスを 初めて探査する探査ミッションとして打ち上げられた。2011年5月3日、ドーンは最初の対象画像をベスタから120万キロメートル離れた位置で撮影した。13ヶ月間にわたってベスタを周回し続けた後、イオムエンジンを用いてニューホライズンズが冥王星をフライバイする約4ヶ月前の2015年3月6日に。 ケレスから6万1 0 0 0トル離れた位置で、ケレスの重力に捕獲され、周回軌道に投入された。ドーンのミッションでは、連続して、より低高度で一連の円軌道からケレスを研究する、ことが要求された。2015年4月23日に、ドーンは高度1万3 5 0 0トルのケレス周辺の最初の観測軌道に投入されたが、軌道一周分しか滞在しなかった。 それに続いて3週間にわたって2つ目の観測軌道に移動した際、高度 4400km にまで加工し、続いて2ヶ月間は高度 1470km の軌道を飛行し、その後は少なくとも3ヶ月間にわたって高度 375km の最終軌道を飛行する予定だった。探査機に搭載された機器にはフレーミングカメラ、歌詞、 赤外マッピング分光計があり、これらの機器はケレスの形状と元素組成について調査した。2015年1月13日、ドーンはハップル宇宙望遠鏡と同等の解像度で初めてケレスの画像を撮影し、以前から知られていたのとほぼ同じ領域にクレーターや高アルベド地形があることを明らかにした。1月25日、2月4日、 12日、19日、25日、3月1日、4月10日、15日により高い解像度でのイメージングセッションが行われた。もともと予定されていたドーンのケレスへの周回軌道投入は到着直前に探査機が宇宙船を浴びたことにより不可能になり、ケレスの周りでより長い軌道を描いて周回軌道に投入されることになった。 中国国家公典局は2020年代の間にケレスからのサンプルリターンを行うことを構想している。ケレスのサーベイマップ全球ケルワンセクションアサリ、ザデニセクションをカトルセクション下のケレスの表面地図は15の区画に分割されている。それぞれの区画の名称は2015年7月に国際天文学連合がその区画内で最初に命名したクレーターの名称にちなんでいる。 地図の画像は銅によって撮影されたものである。北緯90度統計180度。北緯90度統計180度。90180北緯0度統計0度。北緯0度統計0度。00北緯0度統計180度。北緯0度統計180度。 零百八十北極圏アサリ ACH-1 コニラヤ ACH-2 ダント ACH-3 チヌ ACH-4 フェチョコー ACH-5 ハウラニ a c h 6ケルワン ACH-7 ナウイシュ ACH-8 オカトル ACH-9 ロンゴ ACH-10 シンタナ ACH-11 とハル ACH-12 ウルバラ ACH-13 やロデ ACH-14 座でデに ACH-15 南極圏2015年2月時点のケレスの地形図。暗い領域は標高が低く明るい領域は標高が高いことを示している。ケレスの高解像度画像2015年2月1日から2018年10月6日までのケレス周辺におけるドーンの軌跡を描いた アニメーションドーン、ケレスケレスの上空飛行アニメーションメディアを再生する、表面の特徴を誇張した動画メディアを再生する、ケレスの上空飛行動画メディアを再生する、オッカトルクレーターの上空飛行動画詳細は、地球以外の実在天体を扱った事物を参照。ありがとうございます。